はい、皆さんこんにちは。ライフイズストレンジ、続きやっていきたいと思います。語りルームの語りです。衝撃のエピソード3、結末から一夜が明けました。まあ、私の中で一夜が明けてるんですけど、どうでしょうね。ちょっとね、始める前にいろいろ話したいんですけど、エピソード2のね、時にケイトが亡くなりまして、であれを回避するね、方法があったっぽいんですよね。で、今回の何でしたっけ、あの子、車椅子になっちゃったね、あれも回避する方法がもしかしたらあったのかなと思うと、ちょっと悔やんでしょうがないんですけど、まあ回避できないストーリーであればね、まあしょうがないかなと思うんですけどね。まあ、ライフイズストレンジ、どっちにしてもストーリー好きの私としてはですね、少なくともこのエピソード3までの間は、もう非常にいい作品ですね。非常にいい作品です。で、エピソード5までね、このゲームはあるので、あと4、5とどういう展開になるのか分かりませんけども、まあ、結末も含めてね、まあ私の中で名作となるのかどうかっていう感じですね。とりあえず続き行ってみましょう。前回のライフイズストレンジでは、てめえ舐めた口聞きやがってぶっ殺してやる。二度と近づくんじゃねえぞ。力のことを教えてくれ。思えば青い髪がね、すごく似合ってましたよね。来ないで、来たら飛び降りるから。なんで巻き戻せない。これは誰にとっても気分のいいことではない。マックス、説明してくれないかね。よう、ワルド組の最中か。それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。言っただろ、もらったんだ。マックス、レイチェルを見つけなきゃ。何か手がかりがないか探そう。開けゴマ。よし、さっさと始めよう。思えばこの辺がちょっとこれ見ろよ。一番面白かったかな。レイチェルは暗い部屋の中、それが永遠と。これだ。あのね、レイチェルとフランクが一緒にいる写真があって、そういう関係だったみたい。レイチェルとフランクが、そんなの一言も言わなかった。なんで、なんでこんなことに。何もかもパパのせいだよ。そんな。そして写真から新たな過去に行けるっていう。私を置き去りにしてパパは死んだ。それ以来私の人生はクソまみれ。クロエ、やったよ。大成功だよ。ちょっと、ちゃんと聞いてるの、マクシン。何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの。ああ、マックスじゃないか。待ってて。ちょっと衝撃だわ。クロエ、お客さんだよ。クロエは案外青い髪が似合ってたよね。いやー、ちょっとこの後ね、まあ、やりましょうね。ちょっと心にね、ぐさぐさ刺さる作品なんですけど、これ。さっきのあれかな、クジラがいたとこですかね。さて、エピソード4はサブタイトルは何ていうのかな。クジラでしょ、これ。クジラが上がるっておかしいよね。
されそうだな。ちなみに前回のエピソード3の暗室だ、エピソード4は暗室ですね。エピソード3の最後はね、音楽が流れてるんですけど、音楽は消しました、ブロックされたので。クロエと一緒に来てる、喋れんのかな。なんでこうなっちゃったんだろう。なんかちょっと不思議な感じだね。うん、でも楽しいよ。手紙くれて嬉しかったよ。みんなハガキぐらいしかくれないから。しかも楊飛氏の便箋ってところがマックスらしいよね。気取りすぎかなって思ったけど、イギリスの詩人みたいでいいでしょ。クロエには特別だよ。手紙の方が気楽だしね。あ、ごめん、今の嫌味じゃないよ。こういうのが気まずいから来づらかったんだよね。まあぶっちゃけそうかも。腫れ物に触るみたいなのはやめて、普通にくだらない会話がしたいの。ちょっと待って、ほら見て、夕日がすごく綺麗。何アワーだっけ。マジックアワー。マックスのおかげで一つ賢くなった。綺麗な写真が撮れるんだろうね。でもクジラたちかわいそうだ。私にちょっと似てるかも。まあ私は生きてる分マシだね。いやー、クロエどうしてそうなった。クロエはすごく頑張ってるよ。絶対辛いはずなのに。同情はよしてよ、そういうの間に合ってるし。パパは未だに私に車を買ったことを後悔してるんだ。事故のこと聞いていいだな、これは。やっぱり事故のこと聞いてもいい。まだ話したことなかったね。どっかのバカが急に割り込んできて車が溝に突っ込んだの。その時のこと覚えてるの。全部スローモーションに見えて、背骨が折れるのが分かった。体の感覚があったのはそれが最後。病院で目が覚めた時はもう動けなかった。そんな、ごめん、なんて言ったらいいか。いいの、私はまたこうしてマックスに会えただけで幸せなんだから。ブラックウェルの子みたいに姿を消してたらこうはいかなかったよ。レイチェルか。レイチェル・アンバーのこと。彼女と最後に話したのはいつ。新聞で読んだだけで会ったことはないよ。会ったことないんだ。レイチェルって言うんだ。知り合いなの。なんだか子供の頃からは想像できない世の中になったね。雪だの日食だの、この世の終わりかも。ああ、そこは一緒なんだ。そうだとしてもそんなこと言わないで。いや、なんか選択するのがね、怖くなってきましたね。予想外の結果になってくんだもん。そうだとしても私は未来は変えられると信じたい。そう思いたいけど、私は希望と縁がないんだ。確かにいろいろあったからね。でもクロエと私が一緒ならきっと大丈夫だよ。こうしてると子供の頃に戻った気分。懐かしいな。クロエ、ごめんね。もっと早く会いに来るべきだった。私ひどいよね。親友なのに。マックス、来てくれただけで嬉しいよ。本当にありがとう。違うの、ちょっと鼻が冷えてきちゃった。そろそろ家に帰ろっか。クソ寒いもんね。ごめん、そういう言葉遣い好きじゃないな。好きじゃないなって。クロエどうした。別人だね。
いやー、お父さんの代わりにクロエがか。クロエも助けられんのかな。でもあれですね、東大のところの最初の台風みたいなああいうシーンはそのまま、すごいハイテク装置だね。独房みたいでしょ。でもパパとママにはすごく感謝してる。苦労かけてるから。そんな風に思われてないよ。そうかな。私のせいで散歩にすら行けないんだよ。時々わざと二人を怒らせて怒鳴りつける口実を作ってあげるの。バカみたいでしょ。クロエは本当にいい子だよ。素直で優しいし、辛くても泣き言言わないし。マックスが思ってるような天使じゃないよ。用を足すとこ看護師に見られたり、医者に物みたいに扱われたりして、子供みたいに癇癪を起こすこともある。そんなの想像つかない。でも、クロエは子供の頃から親思いのいい子だったよ。今日は本当にありがとね。あ、声枯れてきちゃった。そこの水取ってくれる？いやー、動かせるようになりましたね。ちょっと早く取らなきゃダメじゃないか。ウォーター。はい、どうぞ。ありがとう。そりゃ声も枯れるよね。こんなに喋ったの久しぶりだもん。それじゃあポッドキャストとかやってみたら？つまんない冗談やめてって。ポッドキャスト？毎日ここに缶詰なのにネタがないよ。ごめん、ちょっと思っただけ。分かってる、気にしないで。でも余計なおせっかいだったね。大人みたいなセリフ。子供の頃は遠い昔だね。どれを選んだらいいんだろう。ちょっと慎重になっちゃうな。本当だよね。ちょっと待て待て待て、なんかこれで助ける方法に行くんじゃないかなと思うんですよ。まるで昨日のことみたい。なんか印象に残ってる。これにする。クロエは子供の頃の思い出で何が一番印象に残ってる？海賊ごっこしながら街中走り回ったことかな。懐かしいね。今でも海賊スピリットは忘れてないよ。どうかな。こんな海賊様になんないよ。そもそも船に乗れないし。マックスが乗せてくれる？みんなもう連絡もくれなくてさ。私がいるよ。選択に迷うな。昔の写真をね、このなんだ、昔じゃなくて事故に遭った時の写真をうまく引き出せれば元に戻せんじゃないかなと思ってるんですけど、そういう写真があるかどうかも今のところ会話に出てこないし、でもそこまでたどり着くのにこういう選択肢がねあるんじゃないかなと睨んでるんですけど、こっち行ってみるかな。一番仲良かったのは誰？ミーガン・ウィーバーっていうマックスの知らない子。でも事故の後距離を置かれるようになって。もっと早く会いに来るべきだったよね。完全に私が悪いよ。でももう違う。過ちは正すから。どうやって超能力でも使うつもり？そう、無理するのはうちの親だけで十分だよ。二人は元気？寂しくない？難しいよ。どうしていいか分かんないよ。二
人ともクロエを愛してるよ。わかってる。パパもママもしょっちゅう私の様子を見に来てくれるんだ。クロエはいいご両親に恵まれたね。マックス、二人にはすごく苦労かけてるの。医療費がすごくかかるのに保険も当てにならなくて。払えてるの。大変だよね。ちょっと選択難しすぎんじゃない。ちゃんと払えてるの。まさか。金額は教えてくれないけど調べればすぐわかる。年間の医療費はざっと100万ドル。でもクロエはプライスレスだよ。シャレじゃなくてね。つまんない。でもありがとう。まあ私も人のこと言えないけど、でも娯楽なら何でも揃ってるよ。子供の頃お泊まり会した時みたいに、なんか映画でも見よっか。うん。リクエストは？ブレードランナーが見たいかな。ラストは泣くけど、子供の頃プリスの髪型に憧れてたし。覚えてる。いっそ青に染めたら似合うよ。じゃあ早速見ましょうか。青が似合うね。でもクロエ映画見てると途中で寝るからな。そうだったね。ちゃんと起きてるよ。マックスがいる間は大丈夫。いやここは薬だけ。血流を良くするためにこれを塗るみたい。ティッシュ使う？ありがとう。ちょっと目に砂でも入ったかな。砂って一粒入るだけですごい涙出るもんね。中国のことわざみたい。聖火両言って言ってさ、バタフライエフェクトと同じ。そうだね。向こうのクロエの片鱗。メイク道具。クロエにメイクしてあげようかな。上手じゃないけど楽しいかも。ちょっとテレビの方は後にしますか。ああ、新しいバスルームを作ったんだ。いいご両親だな。事故の後は手紙の数も少なそう。私の両親もハガキを送ってる。これ誰だろう。ありがちなハガキ。私いつまでだぞ。早く。ああ、なんとかミーガン。私クロエの近くにいてあげなかった。ほんといい友達。旅行の写真は送ったんだ。クロエもさぞ嬉しかったろうね。そっか、自分が何したのか覚えてないんだね。クロエは私のせいで車椅子に。私のせい、まあそうだよね。難しいな。スノードームでいっぱいだ。写真はないのかな。ああ、DVD あった。会いに来てくれて嬉しいよ。私も嬉しい。ああ、鹿のスノードーム。これは変わってない。 DVD プレイヤーはちょっと後回しにして。嘘でしょ。この CD 作ったの12の時だよ。海賊パワー。いやあクロエ、今はぬいぐるみも好きなんだ。すごい形のヒーター。
庭を見て子供の頃を思い出したりするの？もう芝生の感触もわからないなんて。お、写真あった。ちょっと待って、先に引き出しやろう。ああ、クロエはオール A だったんだ。どこの大学だって行けたのに。頭いいんだクロエって。運動神経もいい。最低。クロエがお金を盗んでくれてよかったって、別の世界の話だけど。私は校長として大業は同時に。しかしいつかそんな苦労。ああ、なるほどね、そういう意味か。この写真を撮っててよかった。おじさんとの新しい思い出になったよね。でもこの写真とこ戻ったんじゃダメなんだよね。体重が軽くても大変そう。ああ、息をするにもこんな機会が必要なんだ。ああ、これでパソコン操作するんだ。人を助けるハイテクってかっこいいな。これすごいな。猫の動画も見放題だね。猫の動画。心は今もパンクだね。でもダイブはもうできない。よかった。ネットの友達もできたんだ。さてと、 DVD を見るしかないのかな。やっぱり今でも付き合ってくれるのはマックスだけ。もっと早く来るべきだったね。これで映画見れるね。よし、じゃあ見ますか。ちょっと結構時間経っちゃったな。でもセーブも入んないからしょうがないですね。クロエ、青い髪の方が似合ってたよ。セーブ入るかな。入りましたね。じゃあ今回はこの辺で終わりにしますか。なんとかクロエを助ける方法を探したいですね。まあゲーム的に助けられるのかどうかわかんないけど、マックスの方が先寝ちゃってんじゃないのか。ということでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。